あの家事散歩めっちゃ見てくれてんやろね。あ、はい。今のところまだゼロ散歩です。ゼロ散歩何うまいこと言うたつもりやけど全然うまくないからね。ほんまにぶっちゃけ丸ペケトーク。どん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 。今から10問、質問させていただきます。その10問に丸か×で。予算がないのでこういうのがないんですよ。わかりました。移籍してから仲良くなった選手いる？移籍してから、してからガンバに来てから。あ、じゃあ源太はなしでございますか？ん？源太はなしでございますか？源太はもともと清水で一緒だったの。はいはい、なしで。今でも入る。うん。ガンバで本当はもっと喋りたいと思う選手がいる。おお、丸ね。開幕戦のスタメンを取れる自信がある。おお。大阪で行ってみたいところがある。コロナ抜きでね。プロになってからの失敗談がある。失敗談？うん、失敗談。サッカー的なものですか？うん。失敗談なかったら別にどっちでもいいよ。生活でも、プロになってからの生活でも。三角ぐらいです。三角ぐらいか。セカンドキャリアに向けて取り組んでいることがある。これも三角ぐらいです。自分のアピールポイントがある。これはあるやんな。将来の目標がある。おー。カジさんに聞きたい相談事がある。ないんかな。ロマンチックなことをしたことがある。おー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 。いいね。これ聞きたい。これ移籍してから仲良くなった選手がいる。これ丸にしてるんですけど、これ誰ですかね。これ翔太仲良くなりましたね。またあいつか。あとコウスケ君とか。あー、まあでも大体年近いと喋るんかな。喋り、はい、安いんかな。なるほどな。一森とのあの YouTube 見たわ。視聴者の人に向けてちょっとなんかプレゼントしますみたいな、それをなんか買いに行くみたいな、1万円以内でみたいな。あれは俺的にはね、絵的にはあのあれやで、カゴにあの物を入れるんじゃなくて自分が入ってほしかったな。先言ってほしかったっす。うん。僕が売れプレゼントダピャとか。ダピャ、それ言ってほしかったな。うん、言ってみてみ。俺が僕がプレゼントダピャ。はい、ありがとうございます。地獄。はい、次いこう。ガンバで本当はもっと喋りたいと思う選手がいる。いる。丸、丸につけてます。丸です。お、誰ですか？東区ですね。え、そこ？はい。なんで？やっぱ最年長だし、あ、ガンバの在籍も長いし、まあでもやっぱこう練習もキーパーとちょっとやっぱ分かれたりするじゃないですか。あ、そういうのもあってまだあんまりなんですけど、ちょっとこれからどんどん話したいなと思ってます。お、絶対俺やったら話したくないよな。東とは。なんでなんですか？何の面白みもないよ、あいつ。よくない。めっちゃ言う。いやいや、そういう番組ですから、これ。あ、はい、そういう YouTube ですから。じゃあ、いきますよ。あ、これか。あ、意外とこれあんねんな。はい、いきますよ。自分のアピールポイントがある。アピールポイントは？いや、黒さ。え、じゃ、これ本当、受け狙いに行ってるからな。何不安そう、不安そうな、なんか。いや、もう、梶さんは分かってるかなと思って。うん、いやいや、いや、分かってるで、そりゃ。黒さはもう、負けられないっすね。うん、え、そいさん、前歯さ、ちょっと、スキッパやん。あれ、そう、スキッパやった前から。俺、こんなんすよ、もう、だから、じゃ、あんま見ないはず、恥ずかしいっす、それは。いや、それも、チャンポイントやと思うよ。これから多分、あ、かわいい、秀樹かわいいとかってなるよ、なるよ、なるよ。次行きましょう。
じゃあ次いきますよ。ほなこれ三角の部分いってみるよ。あ、ちょっと待って。セカンドキャリアに向けて取り組んでいることがある。これ三角どういうこと？三角28になるんだけど、し、何か勉強しなきゃなと思って。あ、なんか、まあ、得意じゃないですけど、いろいろ本読んだりとかして、まあ、ノートにかなんかいろいろまとめたりとかしたりとかはしてしたりしてます。やっといた方がいいよ、やっぱり。ですよね。絶対にやっといた方がいい。です、ね、この間なんてあれです、元太とその話で30分ぐらい盛り上がってました。あ、お互い何やりたいか決まってないんですけど頑張ろうなとか言ってでもやっぱりサッカーに携わっていくんだったら、まあ指導者もあるしさ、指導者のまあライセンスもそうやし、なんか指導者目線から見てのなんかこうサッカーをこう分析するとかさ、そういうのでもいいかもね、はい、実際役立つもんね。あ、ライセンスとか取りに行ったらさ、結構サッカーのあれが視野が広がるもんね。あ、俺は全然取りに行ったことないけど。え、会社持ってるんですか？持ってない持ってないですかちょ、経験者みたいな話し方してる。そうやろ。だからもう岩政大輝見てたらな、そう思うからさ。あ、俺岩政さん一緒にやってないですよ。あ、そうか、大輝やってんねや、はいはい、だからもう絶対にやっといた方がいいと思う。これは終わってからの方がほんま大変っていうのはみんな言ってるし、ね、うん。じゃあお、はい、将来の目標がある。目標は何ですか？将来の目標はなんか、立派な一軒家を建てたいです。もう建てれるやん。それ違うんすよ。もう建てれるやん。なんか中庭あってバーベキューできるみたいな、そういうのなんかできる、なんか大きい家建てたいなっていう夢はあります。いいな、なんかそれほんわかするよね。はい、ほんで家族団らんでね。そう、そういうとこ住みたいですね。なるほど、それはいいこと聞きましたね。だからもう次あれやな。お、先ほどの質問から、ロマンチックなことをしたことがある。丸。ロマンチストですか？ロマンチストってわけじゃないですけど、うん、いや、プロポーズした時にはちょっと気合い入れましたね。え、どういうプロポーズやったの？ホテル予約して、ホテルの人にもいろいろ協力してもらって、はあ、花をいろいろ部屋にセットしてもらったりとか、でそこの泊まったホテルで結婚式を挙げたりとか。記念のプロポーズしたところ、記念のところで結婚式したの？まあ静岡なんですけど。うわ。でプロポーズの言葉は？まあ、もう普通に結婚してくださいって言いました。どのタイミングで？けど嫁その時、うん、ちょっと体調悪くて、うん、最悪やん。ちょっとロマンチックなことをしようとしたんですけど、うん、ちょっとグダグダになっちゃったっていうのがあるんですけど。うわ、まあ、それもいい思いです。高層階で泊まって、高層階っていうか、なんか静岡の街が、と富士山がバーって一望できるみたいなのがあるんですよ。山の上みたいなとこに。もうガラス張りのバーンってなったとこや。あ、そうですそうですそうです。部屋がもうガラス張りになって。見て見て見て、あの富士山、富士山より君の方が綺麗だよ。って言ってたよな。言ってない。あ、言ってない言ってない言ってない。しかも夜なんで、私たち。富士山見えない見えない。見えないの見えない。言ってほしかったな。言葉は意外とシンプルやね。なんかいろいろ考えたんですけど、結局シンプルが一番男らしくてかっこいいかなと思って。あ、そうなんや。疲れてると思うので、まあ今日はこれぐらいにしときます。最後に僕にも質問が、なんか聞きたいことがあるって聞いたんで。大罰したやつですねキックオフイベントでさ、一発芸やったやん。はい、やってない。あ、やってないわ。はい、だからあの後言ったじゃないですか、おじさんに一発芸教えてくださいって。慣れていって、なんか伝授してくださいよ。そうそう、教えてほしいです。まあまあまあ、ね、教えてほしいです。大阪なんだから。もうレパートリーも100。俺のネタは100発100中間違いないから。本当っすか？欲しい欲しい。いや、欲しいっす。欲しい欲しい欲しい。ハゲたがってるの you
いくよ、いくよ。はい、はい。まつげ、眉毛、俺、石毛。ありがとうございました。ごめんなさい。これやってみ。これ今頭の中でインプットされてるから。今度絶対にどっか不意になんか振られた時に絶対これ思い出すはずや。めちゃくちゃ滑りそうだ。これだ。滑る未来が見えるな。帰る時にそこのお客さんにやってみ。いや地獄。こいつ何だって。今日は良かった。一発ギャグも伝授できて良かった。ありがとうございます。今日はお疲れのところありがとうございます。今日の、ゲストは石毛選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。